源泉はもう近くにあるんですか？源泉は近くにあるんですか？もう裏手にでは。
縦貫道の、無料区間を行くと、まあ、ありがたいですね。もう20度、超えてるのでハンドルカバーを取りました。で後ろのパワーネットの上に置いてると。で、上着もですね、これもちょっとあの真冬用のやつなんですけども、あのインナーは取ってるといえ、ちょっと暑いので、もう、下はですね、Tシャツです。ここでちょうどいいわ。246に入りました。御殿場周辺はあのスーパーマックスバリューばっかりなんですよね。ちょっと面白くないので、ちょっと違うところにちょっと行こうと。もともとですね、スーパー青木が、もう大好きなんで、スーパー青木に行こうかなと思ったんで、ちょっと逆方向だったんで、ちょっとやめました。ちょっと利用したことのないスーパーがあったので、行く方向に、あったので、ちょっとそちらですね。マックスバリュー、マックスバリューばっかりしてきた。ちょっとなるべく避けよう。はい、246から、これ南後線だ。それで、走っております。でスーパーがあるというのですが、どんなスーパーが？ちょっと、ここ右か。団地の近く。こんなとこなんの？ちょっと。あ、これか。なんか良さげな感じじゃないですか。ねえ、角部。
はい、10時34分、21度ですね。スーパーで買い出しをしました。今回はちょっと軽くなりましたね。というのはですね、まずは、食べ物がですね、ちょっとなんか事務局用に、もう佐野さん、メインにですね、いろいろ、買い出しに行くということがありましたので、ちょっとそれをちょっと頼りに、すると。で、あと酒がですね、もともと会長だとか、あともう、ですね、佐野さんも含め、なんかもう持ち込んでくれてるっていうような話がありましたんで、それちょっと無駄にしたら失礼ですからね。ということで、ちょっと、数本買いましたけどね、ノンアル含め。で、あと、M だとか、あとつまみ、と昼飯としてはですね、もうなんかあるだろうっていうことを当てにして、もう刺身だけ、ちょっと買いましたね。明日は明日でまた買い出しに、行くことになりますので、昼飯をどうする、昼飯はもうちょっと飲むのかな。っていう感じですかね。でもう先発隊はもう到着、されているようですね。でランさんとかはもうなんか一番乗りみたいなんですね。で今回も、いわゆる G20 ですね、おっさん元気でツーリングと、徳島のですね、のりさんアドベンチャーさんが、命名して、いただいた、G20 ですね。で基本前後で、小規模の、集まりでやって、総会的に富士山見えるところでやれればいいねっていう感じなんですよね。こういうのをのりさんが言っとったんですよ。のりさんがね、熱くっていうか、にもかかわらずなんか仕事が忙しくてなんかちょっと難しいとかいう話をしてたんですね。で、あ、もう同じ？ん？しかもこれか。おお。もう出てたね。で、のりさんに、もう飛行機でもいいから来てよって言ったら、なんか飛行機乗ってましたよ、のりさん。だからすごいな。昨日の夜、フェリーに乗れば朝着いたと思うんですけどね、ちょっとそういうわけにいかなかったんですね。飲み会がなかったんだな、あれな。大阪温泉からね、また転勤になってですね。おお、ここはなんかいいね。そこ左ね。あと 4.3 キロとかね、張ってみますよ。なかなかいいですな。あ、こっちからのルートはちょっと初めてな。いいね、なかなかね。いいじゃないですか。で今回はトータルで28、9人とかなんか来たんですよね。2日間に分かれてなんかやることになんかなったようで、会長だとか事務局の方が仕切っていただいてですね、どうも前回の参加者を中心にこうなんかお集まりになっておるっていうふうにちょっと聞いてるんですよね。ちょっとこのままちょっとキャンプ場に行ったらもうちょっとなんかいろいろ始まっちゃうからな。ちょっともうちょっと走りたいね。
来たな、こっちに。あの雲がいいじゃないですか。コスモスだね。なかなかいいとこだ。ちょっとウェディング記念写真っていうかなんかやってますね。カタログショットかな。でまあ2日間のんびり、過ごすと。もう滞在型ですね。あ、これもついちゃう。ちょっとそこですけどね。もう無駄な、立ってるな。
きました。ゴーゴーします。気が早いな。これ3つ作るのって。いやマジで。あ、どうもお疲れ様です。ノー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 。今日あの俺行って鍵探したんだけどなかったよ。ありがとうございます。いやいや、これすごいね。え、いや、でもあのいいのかな、これぬくぬくしたらダメだよね。おっ、なんか暑い。多分この中でみんなして一斉に見たけど、そう、暑い暑いって言い出すんじゃないかと。ね。金を俺。はい。ね。2万渡して。そうそうそう。あとは。なんすか、もうその格好はもう始まってんじゃない。でも飲んでないよ今日。まあまず珍しい。あ、カツ丼ハンター、あの佐野様ですか。どうも。どうもお疲れ様です。本家。いや、その前ですもん。今日もなんかこの中で寝ようみたいな。あ、そんな、はい。え、カニなの？ここで寝ます。あ、やっぱり、はい、そりゃそうだよね。はい、あ、いいなぁ。あのちっちゃいのからこれに一気に変わっちゃったんだ。あ、もうこれは持ってました。あ、これもともと持ってたの、はい、で、これだけだとほら一人で行きにくいもんね。そうです、そうです。で、ちっちゃいの買ってたんだ。はい、それを、うん、あれやめるなら自衛水よって言われたり。あ、あれやめて。そういうことなんだ。はい、まずはちょっと荷物を下ろします。はい、11時30分、立っておりました。で、先発隊はもうあのタープをやってくれておりまして、で私はちょっと、遅れてきてちょっと自分の立てたと。で、向こうの様子をちょっと、はい、スクリーンやるでしょ。あ、マキや、うん、こっちでいいですよね。あ、こっちでいいんじゃないですかね、うん、すごいね。つなぎ目どうしましょうか。これでもういっぱいいっぱいなんですか。うん、貼り付けっていうかね、うん、あとはね、これをね、あ、ちょっと上の方にこう、うん、引っ掛けろ。そう、あ、かぶらしちゃうとね、うん、居住スペースがちょっと縮んじゃう。こっちでもう12人ぐらい行けちゃうの。あ、そうなんですか。うん、今日暑いね。暑い。あ、でも夕方からね。寒いでしょ。ええー。まあ、本当ですからね。すごいね。
え、これがどなたの？これ僕です。あ、これ俺の。あっちはランさん。ランさん、あ、ランさんのね。懐かしいな、なんかこれ。いや、すごい。え、でも この2つでな何人？20人ぐらいいるの？この2つでね、18人、20人ぐらい。だからソロテーブルだから、うん、ここで7人ぐらいはいけちゃうから。あー、10、結構いけるよ、これ。いけるね。あー、じゃあちょっと、あ、幕行ってみますかね。雰囲気出ますもんね。ここをちょっと工夫しましょうよ。この一体感をね、この一体感ね、これを上に行こう。ちょっとこのロープ、ガイドロープ、そうですね。あ、どうぞ、あれ、いや、すいません、遅くなりました。いや、遅いよ、もう肩立っちゃったじゃん。どうぞ、どうぞ、ぐるっと、あのコーナーよろしくお願いしますね。あのコーナーね、砂利の上お願いしますよ。いいよ。あと、それだ、どうも。ありがとうございます。お近くにいるのになかなかいなくて、どうも。会えないです。本当に。すれ違いです。この前もすれ違いないだって。大丈夫？事故ってない？俺のこれさ。当ててない？いや、A 面は大丈夫。B 面がちょっとわかんないけど。この子危ないね。どうしようか。じゃあ、新車だな。新車だな。いや、もう、また来るとね。またっていうか、去年はなかったから。これ絶対これまずいよ、これピュッて出ちゃうよ、これ。え、やばいんじゃないですか。大丈夫です。出てる。いいの。じゃあ、ください。号令お願いします。じゃあ、あれですね、買い出しもお疲れ様でした。会場も、おおむねできた。おおむねできた。ということで、ちょっとまずはちょっと命を守りましょう。どうぞ、はい。はい。はい。じゃあ、お疲れ様です。お疲れ様です。はい、会場も、できましたんで。命を守ることです。うめえ。思ったことは慌てなかったですね。おお。一区切りだな。あとはもう、それだけだな。でもよく我慢したね。ランスでも途中で飲んだ。我慢したけど。後ろでこう。いや、危ない危ない。行くときに。そう、もう行くときに。そうでしょ。で、スーパー着いたらすぐ通り行ったでしょ。2回ぐらいでしょ。最初と最後で。はあ。佐野さん、今パトロールしてなんか注意してませんでした？注意してました。金払うか、うん、金払うか出ていくか、どっちかでしょ。そうです、面白いです。言ったでしょ、子供たちに、カツ丼ハンターの佐野ですが、金払うか出るかどっちかにしてください。本家おじさん、それでカツ丼ハンター佐野様、はい、私の受付も、ここ受付のあれですかね。あらかじめね、小銭があったとしてもちゃんと下ろしておいて、でちゃんとね、いかようにもほら対応できる。もうぴったりでよろしいでしょうか。ありがとうございます。よろしくお願いします。助かります。やっとるやっとる。やっとりまんな。ちょっと困ったな、これな。いただきます。おお、冷えてる。なんかこれなんか中まずれんですね。大丈夫、はい、大体似てるからいいか、色がね。です。あ、
なんだ、高級品じゃん。ちょっと国はちょっとメーカーの国がちょっと嫌いな嫌いだどうぞどうぞどうぞ、これもう待て、オッケーオッケー、お疲れです、お疲れです、いい音するね、あの純正つけ、純正つけて、後で出るんですよん、出る、そうそうなんだ、買い物に、え、買い物も行かんでいいよ、いや、何も飲み物も、いやいや、あるあるから、あ、ありがとうございました、あ、どうも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 、どうもどうも、いい音するな、結構出るでしょ音が、出る出る、じゃあ、ね、あのランさんも同じのつけてる、違うのか、同じだよねこれとね、あ、そうですね、ね、ええ、いつものすみません、これはまんじゅう、まんじゅうです、まんじゅう、なりきんまんじゅうってご存知です、あの聞いたことある、うん、なりきんまんじゅうは今もないんですけど、そこがちょっと再販したようなまんじゅうに、あ、ふるさとのまんじゅうじゃないですか、あとこれじゃんけん大会のとこに、あー、ありがとうございます、あ、あ、ちょっとちょっとこれ忘れずに、唯一ちょっとこれで刺身だけちょっと買ってしまったので食べてみようかな、この場で食べてるんですけど、今すぐお出ししますっつんで、いやー、手強い、手強い客だな、それはな、198円でいいです、いいですかって聞かれて、しょうがねえな、大丈夫大丈夫一番地味いいだいただきます、うん、USB だけど、まあまあ、いいです、馬刺しね、ちょっと馬刺し、ちょっとあれ、そっちに馬刺しあるんですか、あります、あります、あ、あるの、うわ、すごいかついんだこれ、ちょっとこれあれ、これ、いっちゃうよこれ、これはうまい、これちょっと、鶏箸ね、え、ニンニク使うんですか、ん、2回あげるんですよ、うん、2回あげるんですよ、はい、ちょっと馬刺しいきます、絶対ね、ソロキャンプにとっては絶対濃いんですよ、うまいっすよね、このニンニクが合うね、うん、あー、うまい、串まで食ってたより美味しい、あー、うまい、うん、やばい、でもこんな細切れ初めてある、全然にそう、うん、細切れだね、うん、あれですか、え、あ、ありがとうございます、めっちゃうまいっすよ、これ、うん、早い鳥さんはまずはプリンがスタートですか、プリン食べたいなーって、あ、そうそう、プリン、はい、いや、そうそう、はい、食べたいもの食べないと、鳥さんプリンか、はい、プリンスタート、じゃあ違うんですよ、去年、うん、お刺身、うん、食べたんですよ、うん、買ったやつを、うん、当たりました、え、マジで、マジで、去年、去年、すいません、去年当たっちゃって、え、それからちょっと半分恐怖になって、え、マジで、本当ですか、あの一つ一つやっぱりあの目の前の直近の課題にね、あの向き合わないといけないから、ちょっとあ、すごい綺麗ですね、ちょっとあの入れてもらえますかね、ちょっとこれこのすいません、ちょっと待って胡椒、あ、胡椒か、あ、これ、あ、なるほど、うーん、来た、あー、じゃあそうだ、2つぐらい、あ、ありがとうございます、あ、おやつありがとうございます、じゃあ、カボチャもおサービス、はい、サービス、ありがとう、ありがとう、はい、はい、じゃあ、ちょっと素焼き、素焼きいただきますよ、いただきます、で、一回出して何、温度高くするんですか、本当だったらちょっと調整するけど、その1回目はさ、プリン一緒にしたって2回目は蓋を外して、うまい、いや、持ってたんだ、うまい、あ、見切り品シール回収ね、おいおい、よしよし、車検終わったの、うん、でもなんか近いけどさ、ランさん、ランさんが好きなのちょっと近いか、近すぎだよこれ、近すぎだ、終わったの、あ、どうも、おいおいおい、
ほら、いやらしく迫ってる。近いですね。近いね。いやらしいよね。これやらしい。どうも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 。それなんですか？これはあの小袋の。あの辛味ニラの辛味あえ。ニラ辛味あえ。ちょっとえちょっとじゃあちょっといただきますか。どんな味するのかな。それって焼かないですか。いやあ湯がいただから。あいやいやいや焼かないでそのまま置ける。いや湯がいたの。あ今湯がいたの。ちょっといただきます。あちょっと醤油もつけちゃったけど。あなんかうまそうじゃないですかこれ。あ小袋。あいいっすか。うまい。あ、こんなんです。あ、これうまいよ。うん。うん。うまい。小袋って何なんですか。うん。小袋ってあの豚の中。うん。うん、あ、これはちょっと、これちょっと日本酒だね。そうでしょ。うん。うまい。あ、ありがとうございます。あ、向こうから。あ、いやいやいや。で、ちょっと角度変えて、こんな感じで。うん、ちょっとそうこんな感じで、はいはいはい、そうですどうも、なんかね、お仕事してみたの？遅かったけど、あれちゃんとあの配置を考えておいてね。いやいいな。もまあいいか。もうちょっと前。もうちょっと前。ちょっと詰めた方が。うん、はい。まあ、いいか。いいか。いいな。バカ事故だから。あ、お疲れ様です。はい、いいよ。あ、これ馬刺し、あの、年、馬刺し入ってる、はい、ビシッと入ってる、入ってる今日、馬刺し号行く？これ、こっちバンって行く。いや、皆さん、はい、どうも、はい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 、どうも、はい、はい、はい、よし2年ぶりだ。いや、馬刺しの色これじゃない。そうそう、はい、では、はい、せーの、おい、あ、なんだ、あれ違うのこれ。ほら、いろいろほら、ちょっと焦げたりとかさ、角度変えるときにこれやりすぎて、これ。まだ傷が多いですね。すごいな。これ一緒でしょ。一緒。あ、これ全く一緒だね。うんうん。え、それは100均なんですか？いや、会長にもらった。なんだこれね。いやこれなかなかない。どこであったの？金物屋で。え、金物屋？マジで？だって見つけてもどこにも売ってないんだもんだって。これ気に入ってるんですよ。で、これガリガリもできるしね。あこれね強いんだよこれ。焦げ。へえ。これちょうどなんかこのなんか面積感がちょうどいい。ちょうどいい。これね、今日あの会長から支給になったんですか？前回この間支給して、今日佐野さんに支給。前回支給。あな。どうも。はいはい。あの、何ですか、配達ですか？あの、441なんですけど。はい。441って、ええ。アンジュさん。これ、配達？配達です。あ、配達ね。あ、あの、配達の方が来ましたんで。お疲れです。はい、どうも。あ、酒屋さん。はいはい。441です。はいはいはい。注文してないのに。困ったのか。料金で。しょうがないな。はいはい、はい、じゃあこれやっぱさっともらってね、皆さんね、さっとね、はいはい、さっとね。あれ、うなぎおじさんですか？あ、うなぎおじさん、どうも。うなぎおじさん。あ、え、師匠。朝から。ブラザー、ブラザー、本家ですから。ブラザー。ブラザーか。いや、今日泊まりじゃないですか。いや、もう僕すぐあの配達なので。配達なので帰るって。夜仕事になっちゃって。あ、先月末までに処理するのが。はいはいはい。じゃあはいはい、じゃあせーの、はい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 。ありがとうございます。どうも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 。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。あ、うまいな。びっくりした。そうなの、またあの今日仕事っていうのはこう無理言う人が、無理言うあの作家さんかなんかいるんですか。あ、今日はね、お客さん。あ、お客さんなんですか。しょうがないな。なんかうんって言ってくれるお客さんがいて。ほら、サハラ砂漠でも、うん、サンマが焼けるね。そう、できてるんですよ。ここカパって、パカって、そうそう、パカって。1日のドラ、あのツーリング終わったら、終わったカパッと外す。じゃじゃあのぐるっと回ってきて。ここあ、うん、ちょっと斜め角度こう、うん、まあこの感じ。いやもうちょっと前、もうちょっと前。はい、分かった。お疲れ。何時に出たの？ん、何時に出たの？9時。結構かかったね。どこ、何したの？いや、ただ走っただけなんです。もう寒くてさ、心がもう折れちゃって、もう何でしょうね。あ、ここ危ない。あ、大丈夫？持ってきてる？あ、スマホ置く？あ、置こう。はいはい。それ。おはようございます。終わってますね。オッケー。どうも。どうも。はい。どうも。あのテントね、あのバイクの向こうとかどこだでもいいから。バイクの向こう。みんなこうやってんの。そう。どこでもいいよ、あの、真ん中でもどこでも。どうしようか、あのぐるっと回ってそこで、はい、あ、じゃあこのフェリーの誘導に、はいへえ、初めて見たよ。すごい。すげえな。すごいな。これこそ風当たんないですね。これってのこれ。これこそ風当たんないですね。どうも。これすごいな、初めて見たよ、うん、やらしい本当にやらしい人やね。のりさんハントさんですか。どうぞ。あの、そう、分かりました。誰が、わかったあのね、そこにここにバックで入れてもらって、これはさ、焼肉パーティーですよ。いや、会場もそれいらない、ここ。ちょうどあのエンジンも当たってる。目玉焼きからやってる。これ反則ですね。かっこいい。何、ここに網ついてるもん。これ今日のりさん、これ今日のあの焼肉パーティー会場ここですよ。買ってますからね。どうもお父さん、どうぞ。ゴーさん、どうぞ。ドブロクとかも、あ、危ないやつの辛口の方で、いやたまらんな。いや、のりさんも喜ぶ。これ拍手、それ来たね。で、会費3000と、すごいな、これな。酔っ払う前に出そうかなって忘れちゃう。前回見たっけ。このあの、輸血用のね、ドブロクね。輸血用のドブロクね。瓶がちょっと重たいんで、こんなパックにします。いや。ちょっと。ぜひ皆さんで お楽しみいただければ。いや。鳥取も福島に連れていただいて。あ、どうぞ。のりさん、輸血用のパックにあのドブロク入れてきましたんで、ガジャさんが。あの、燃料、すごい。
あげますか。本当だ。何が違う。なんか怪しい。怪しいよ。あ、モンベルだ。モンベルでしょ。あ、モンベルだ。これはいいな。ちょっと残響たい。ちょっとここに。これは、あ、味違うやつ。しかも、スタミナ。スタミナじゃないです。ちょっと、こっち。こっちも、ちょっと売ってないでしょ。売ってない、初めてだ。ちょっともう今食いたいこれ。これちょっとじゃあ、三浦さん、ちょっと待て。イチコ誰が隠したんだ後ろに。いや俺じゃないですよ。俺か。俺かとか言って。これが一番美味しいんでしょ。適当に人の椅子座っていきましょう。はい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 。あ、ちょっと。光をちょっと透けちゃったりなんかしてるこれね。いやいやもう。はいはいはい。これどうぞ。あれどうだこれ。あれどうだ。あ、よし。はいはいはい。ちょ。はいはい。わ、イカ来たんやんこれ。そう。じゃあどうもお疲れ様です。どうぞ。皆さん、九州から今度お二人。はい。あ、よろしくお願いします。森さんアドベンチャーでお願いします。よろしくお願いします。今日は、バイクの熊本人間です。熊本ですか。あ、そうですね。マタシゴです。マタシゴでしたか。そうです。マタシゴ。そう。絶対富士山にはいない人やから。冷凍お願い餅。あ、お願い餅じゃないですか。冷凍ですか。もう俺は今食べたいよこれ。今食べたらやめた方がいい。もうだいぶ溶けとるみたいですよ。え、マジで。ああ。ね。ちょっと焼いてから。あ、いや、俺大丈夫。ちょっとちょっとお供え物。あとこれ食べ。あ、そうだ。あの完全のクーポン、フェリーも安くなかった今回。40% 引きなんですよ。40% 引きでなおかつ3000のクーポンやから、ね、もともと1万なんですね、大体。で、40% 引きで6000円になるでしょ。で、6000円でなおかつ3000のクーポンやから、実質3000円ですよ。フェリー。最高じゃん。大阪のクーポン、最悪と思うんですよ。いや、だけど大阪のクーポンは、でも9日まであるけ、帰りに使うんですけど、休校期。山田さん、元気ですか。元気です。猪木さん亡くなってしまって悲しいんですけど、その話か。猪木さんね、G20 ね、元気でツーリングができるということで、ちょっと猪木風に話してみましたけど、1年でね、最後に富士山でこうやってみんな集まって、締めるというのがね、やっぱりもう恒例になって、今年で5回目ですよね。4年連続5回目かな。ですよね。ここが3年目。ここ3年目で、最初、ひふも取っ払いが4回ですね。で、初年度だけ2回やりましたね、東海岸とね、確かに記憶の中で。そういうことでね、また来年も集まれるように、で皆様がね、ご健康で、また元気に旅をずっと1月からされてね、で11月にまたここで集まるというのがこの会の趣旨でございますんで、皆さんまた元気に集まりましょう。はい、ね、ではすみません、ご先祖ながら、あと皆さん、実行委員の皆さんありがとうございました。こんな素晴らしい会場をご用意いただきましてありがとうございました。来年も一つよろしくお願いします。じゃあすみません、ご商売いただきたいと思います。乾杯。長きにわたるネタ振り失礼しました。ちょっと遊んでみようかなと思います、はいはい、今回。はいはいはい。2015年からなんですね。はい、じゃあですね、ブロック別のちょっと皆さん初めての方もいらっしゃいますんで、ちょっと挨拶を、北からいきましょう。では東北ブロックですね。まずガチュさん。はい。はい、まずは実行委員の皆様ありがとうございます。こうして無事に来れても皆さんのおかげです。で、はじめましての方、お久しぶりの方、本日よろしくお願いいたします。毎日デイリーデイリーアマゾン、はい、デイデイウィークリーです。ウィークリーですか。デイデイウィークリー。本当かな。なので、まあ、今年は昨年はちょっと参加できませんでしたけども、今年こうやって無事に参加できたこと、嬉しく思います。まずかですけども、ちょっとおっさんの燃料も燃料たくさんに準備いたしました。
あ、そういただいてます。安いからね。あのコロナの時にあの激辛のあの冷麺送ってくれはりましたよ。これはちょっとラベルをちょっと。あ、これもしかしてガジョさんが持ってきた。危ないですね。お願いします、お願いします、お願いします。正味の、あ、このまま、ありがとうございます。あ、すいません、ノリさん、日本酒。もうガチョさんが大丈夫ですね。よし、いただきます。正味のタレめっちゃ、僕もこのままでいきます。顔が青ざめ。ありがとうございます。味ないでしょ。あ、うまい、うまい、これうまい。いやいやいや、もちろんもちろんもちろん僕入れますよ。水田さんが飲みたい。うん。2年ぶりの日本酒。奥さんが。うん。これじゃ飲まないですよ。タレは。焼酎。焼酎ばっかだもん。それ欲しいですね。あ、はいはい。あ、うまい。あ、うん。あ、うまいな。あ、うん。ごめん。大丈夫ですか。おお、いいね。これ入れとけば荷物降りちゃう。出さなくてもいいね。ね。ああ、じゃあ、こっちは。こっちは。ランさんがやらかしたら、ただ俺も責任感じるもん。ああ、すみません。ああ、そう、なるほど。ああ、そうなんだ。いや、ちょっと言っときますよ。うん？いただきます。いろいろ教えてもらうんだ、街のいいとことか。その人に2軒目を紹介して、2軒目のままにまた3軒目。あ、芋ね。いやー、これいいね。お店の味だね。お店の味だな、これ。うまい。ただ温めただけですかね。ただ温めただけですかね。そう。大丈夫ぼっくりさん、あ、いや、これおささんすいや、これさ、あのね、もうこれあの、隣の車で帰っていいからこれあげる、あっちで帰って、今日納車した車なんで、え、タイヤ積んどるじゃん、タイヤ友達にあげる予定で、まあ、横の車出してもらえば、あ、ジャッキない、ジャッキない、あ、じゃあ、待てマジか、マジか、ノリさん、ノリさん、ノリさん、ちょっと、ノリさん、ノリさん、ちょっとレスキュー、マジ、ノリさんが必要なの、あ、車の、車開く、やばい、
ちょ、ジャッキ出して、ジャッキ出して。ジャッキ。ジャッキ？うん。あのパンクしたの。え？で、ジャッキがないんだよ。あの、BM のジャッキ出して。やめてよ。あれ？この、なんだっけ？この、病院にあるようなやつ？病院。あー、危ない。あ、いや、うん、ちょっとそのラベルをちょっと見せて。開けたら飲み切んなきゃダメなやつ。千などぶろくね。ちょっとね、辛味だめでいただきます。どぶろくってね、辛味だめと米、米を、これのお刺身のやつ、これの何回そうそうそう、そう、これをだからね、結構甘いんで、あ、来た、来るね。じゃあ、成さんちょっと僕も笑いますよ。お手伝いしますよ。よいしょよいしょ。はい、ねえ、マッチもライダーも持っていかんで、ないと、これだけで、なんかうまいね。のりさん、マンゴー好きですね。今日これが食えんのって、さすが、いやいや、うん、できたの？まだ、これから、まだ、これから煮込む。あ、今から入れるのか。なんかもう色がついてるからと思ったけど。あ、じゃあ。もうないんだ、もう出す。あ、じゃあ、お願いします。ちょっと、あの、ドロッとしたやつを。水が残っちゃった。もうなくなった。なくなったの？ちょっと九州丼を食いたいな。ネギもらいました。よしよし、大量さん、すごい。あ、これも九州丼当たりだ。もう入る、うん、それ、もう一つもある。あ、うまいな。これなくなったら一回入れます。君とカレーって、なんで温かくなりますかね。これやばい、これやばい。もう一個、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 これ誰だろう。すごい多いですね。うまい。なんとかまだいますよ。すごいパン。はい、食べます。これびっくりした。食べます。上さん多いです。食べます。お腹にせないです。お腹じゃないです。育てるって。あ、うまいね。もうこれうまい。あ、これうまい。のりさん、うん、急になったっけ。絶対これ食べさせない。もうのりさん、最高ですよ。この後 BM の試乗会。そうですよ。標準の眠たそう。ニラがうまい。あと、もつがうまい。あ、俺も50。起きて、ボート時代の5時乗ってから覚悟して。どうしよう、これおっさんがちょっと何これちょっと持ってる人は酔ってはいはい、あ、持ってる人酔って俺は、はい、俺ちょっと持ってないけど、はいはいはい、これが、これがあの、でもちゃんと持ってくる。そうね、そうね、そうね、はいはいはい、じゃあ、じゃあ皆さん、あの、向きは合ってますね。あ、もうちょっとこちらの向き、蓋がね、蓋が開いちゃダメなの。そうそうそう、蓋が開いてるのがダメなのと
早く食べたい。いい L はいないですね。L 一人ぐらい L がいるとそうそう怒られる。怒りますけど。じゃあ、はい、皆さん、あの本日もお勤めご苦労様でした。じゃあ、あのお手を拝借でいいよーでいきますからね。はい、よーおびはい、お疲れ様でした。じゃあ、こそ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 します。それの、まあ、1日目も無事終わりました。まあ、こんなね、居心地のいい空間でよっきゃーこそこそだったらならとだらならとねこそこそ過ごしてもらいますけど、はい、まだ2日目も、まあ、今日、明日帰れる方もおりますよね。まだ2日目もありますよね。いや、辛いな。辛いな。2日目もありますよね。あの今日は よく寝ていただいて、早く寝よ。明日のために体力をまた充電してください。はいはいはい。じゃあ、あのこそこそも終わりですね。はい、こそこそも終わりなんで、はい、ちょっと帰りましょう。一本締めで軽く、はい、叩きたいと思います。はい、こそ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 もね、はい、これ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 どうぞ。はいはい、よーはいはいはい、お疲れ様です。ありがとうございました。はいはいはい、はいはい、よしよし、検定検定だから、こんなあったかいからみんなまた座ったんだよ。誰も誰一人帰る寝ようと思って。体調の話してたんですよ。何色がいい。ダメだよ、色色ね。何で飲めるんですか。こそこそしてるね。はい、23時58分です。で、ここはですね、12度ですね。はい、で、おっさん、G20、初日ですね、完全にあのお開きになりました。いや、あの今日は北はですね、福島で、南は鹿児島ですね。あと福岡勢が、1、2、3、4人か、うん、いらっしゃったということで、全部総勢、18名ですね、ちょっと集まったということで、いろいろあのランさんの、手羽の、素揚げ等から始まってですね、で、群馬の煮込み、それから、各種持ち寄ったお肉などを焼いたりとかいろいろしてですね、で最後締めに、カレーうどんと、あとあの九州勢、福岡勢からですね、もつ煮が、いわゆる九州のあのもつですね、もつ鍋が、が出まして、それをちょっといただいたということで、めちゃくちゃうまかったですね。で、いろいろあの、東北のですね、ガジュさんが日本酒またうまいものたくさん持ってきていただいて、でそれをちょっとあのもう全部あげちゃいましたね、みんなでね。うん、いや、まだまだで、今回は、スクリーンタープの中でやってしまったということで、本当に快適すぎて、こんなことでいいのかなっていう感じですね。うん、本当なんか快適でいいんですよね。うん、いや、ちょっと考えもんだなとちょっと思ったですね。うん、で明日は、ちょっと、11名増えて29名なんですよね。うん、家族連れもちょっと来ますし、で朝7時に、朝飯を食いましょうということで、皆さんも、テントの中に入ってます。で今日一日振り返るとですね、沼津港で朝飯を食って、であと温泉入ってここに来たっていうだけですけども、その後もずっともう、まあテント立てて、で会場設営しても飲みっぱなしって感じですね。うん、まあたまにはいいんじゃないですかね、これね。ということで、ちょっとあの横になりながら、ツイッターチェックなどをしてですね、ちょっと徐々にこの就寝体制になると思います。ということで、皆さん、本日もお勤めご苦労さまでした。よしよし、あ
と斜めなんだよ、これ。危ない危ない。あ、やばいやばいやばい。大丈夫か。よし。じゃあ寝まーす。4日、はい、小田原です。来てしまいましたけど、お送りします。朝の陣形です。立教お掃除隊の監督って誰ですか？おお、こうなったのが。ああ、気持ちいい。運動の、無料区間をと。はい、246に入りました。ウェディング記念写真っていうか、なんかやってますね。撮影スポットはどうでしょうか。あいつはまだ空いてないね。富士山です。持ってきました。合格します。わ、これは皆さんお揃いだ。佐野先生、先発戦はもうタープやってくれております。いやいや、遅いよ、もう肩立っちゃったじゃん。命を守ることです。どうもどうもどうも、はい、あれ、おやつありがとうございます。カップ、あ、カップもサービス、はい、サービス、どうも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 、中でお仕事していたの。配達、配達です。あの、配達の方が来ましたんで。はいはい、ストップ、ローゲートでお願いします。じゃあすいません、ご商売いただきたいと思います。乾杯。焼き豆腐、焼き豆腐、焼き豆腐、ちょっとね、よー